どうもゲーム音楽家のライトでございます以前公開した動画にコメントをいただきましたカビゴンリンゴさんありがとうございます17歳です今まで聞いてきた音楽に憧れて自分も作曲家になることを志しています僕が大人になる頃に作曲家という仕事はなくなるのではないか 一部の選ばれた人間以外はそれを成りわとして生きていくのが難しい時代になるのではないかとネットニュースなどを見て毎日思っています僕が毎日曲を作っている間 AI が何十倍何百倍の速度で成長していつか僕の憧れだった仕事は今までと全く違う形になってしまうのではないかと考えるととても怖くて前に進めませんこれは僕の心が弱いのでしょうか 僕は夢を諦めなければいけないのでしょうか。カビゴンリンゴさん、17歳の方ですね。真剣にプロの作曲家になりたい。AI 時代に作曲家の仕事はなくなるのではないか不安だと。コメントありがとうございます。私がですね、17歳の頃何をしてたかと言いますと、高校の授業で寝て、で 放課後ゲーセンに行って閉店まで遊んでおりました。カビゴンさんは17歳にしてですね、えー、将来のことを不安になるほど考えてて、えらいです、うんえ。私、私は次発売するカプコンの新作ゲームのことしかね、当時は考えてませんでしたね。では、私も真剣にプロになる方法を、えー、お教えしたいと思います。 まず、ここで言うプロの作曲家の定義はですね、企業から依頼があって、それを受けて作曲をするというのを仕事にする人のことを指します。実際にね、プロとしてやっていってる人じゃないと、この話ね、あの説得力がないと思うので、ちょっと私のことを話したいなと思います。私、ライトはですね、メインはゲーム音楽の作曲家なんですが、アニソンとか、 CM ソングとかあとドラマの音楽とかですねそういうのもやっております20年近くになりますが、えー、ラムネというねアニメの主題歌ラムネ色のメロディーの作曲ここ数年ですとアニメ僕たちは勉強ができないの、えー、声優ユニットスタディのデビュー曲レディースタディゴー、GO、の作編曲 フェイト・グランド・オーダーの5.5章テーマ曲、ザ・ゴールデン・パスの編曲、アニメ・エスケートの挿入歌などを担当しております。プロの作曲家といってもですね、J-POP、アニソン、ゲーム音楽、ドラマや映画の BGM、CM ソングとね、あの分野もいろいろあります。今だとアニソン作曲家になりたいという方が多いんじゃないかなと思います。 今回はアニソン作家になるための方法をお教えしたいと思います。ですが、今回お教えするプロになるための方法っていうのはね、えー、他の音楽のジャンルにも応用できますので、えー、ぜひね、アニソン作家志望の方以外も見ていただけたらと思います。今と昔では作曲家になる方法がね、結構変わりました。大昔は、えー 作曲家の先生に弟子入りするっていう感じでした。80年代から2000年代はメジャーデビューしたシンガーソングライターとかバンドのキーボーディストとかギタリストが後に作曲家に転校するのが多かったと思います。アニメエスケートで一緒に劇中歌を作ったメグさんは元ハイマイティーカラーのギタリストなので さっき言ったメジャーバンドからの転向ですね。ちなみに私は同人ゲームの音楽担当からですね、始まってですね、それから流れで商業のゲーム音楽を担当することになり、それをきっかけでですね、キャリアが始まりました。ゲームやアニメだと同人からね、プロになるっていうタイプも結構いるかなと思います。それではアニソン作家になる方法ですが、 それは、ボカロ P になる、です。今、アニソン作家になるのなら、ボカロ P になるのが一番の早道です。すでにね、ご存知の方も多いと思いますが、今のアーティスト、アニソン作家はですね、ボカロ出身がめちゃくちゃ多いです。米津玄師さん、スーパーセルのりょうさん、夜遊びの綾瀬さん、他ですね、とにかくたくさんいます。 日本の音楽業界をね、支えているのはね、ボカロ P と言っても、もう今では大げさではないと思います。ボカロ P になる方法はとっても簡単でですね、ボカロ曲を作って YouTube やニコニコ動画にアップするだけです。その際にね、あの、作詞とかイラストとか、またはね、動画を用意しないといけませんけど、それはね、自身でどうにかしてください。 自分で作れるなら自分で作ればいいですし、人に依頼するというのもスキルのうちに入ります。今の時代はですね、作曲だけやって後はできないっていうのではちょっと話にならないので、ここはしっかりと他のスキルも一緒に身につけてください。そしてここからがプロを目指すための重要な課題です。ヒット曲を目指してですね、2年以内に 20曲ボカロ曲を作ってください。月1曲ペースぐらいですね。一応10代から大学生ぐらいで学業、バイトなどをね、しながらというのを想定しております。その20曲のうち3曲が1ヶ月以内で10万再生を超えたら見込みがあります。この20曲のうち100万再生が2曲以上 ありましたら、もうね、どこかから声がかかる可能性が、もう格段に上がります。このように、今は自分の音楽の評価が再生数という形でですね、ある程度わかります。だから、プロになるために上京するとかね、そういう人生のね、爆地を打たずして、適正であるかね、自分の能力が、それをね、判断することができます。これはね、とても良い時代だと思います。 この2年以内に20曲ですが、作れなかった人。20曲。これはですね、そもそも制作スピードがですね、プロとしてやっていけません。だから、これはもうね、きっぱり諦めましょう。で、20曲作りきれたけど、再生数が伸びなかった人。これもね、一旦プロになるという考えは見直した方がいいと思います。再生数が伸びないっていうのはね、技術、 問題でではないんですよあまりねうまい下手とかは関係ありませんそれよりも自分がね表現したいっていう音楽と大衆との聴きたい音楽がシンクロしてるかというのがね重要ですシンクロしていれば技術的にね知説でも共感してくれるリスナーはたくさんいます技術はね作り続ければある程度伸びるんですよだけどね 自分の表現したいこの音楽と大衆が聴きたいっていう音楽がずれてる場合ですね。プロとしてはなかなか厳しいです。あの、お金を払ってくれる人たちがいないっていうことですから。この時代とシンクロしているかっていうのがセンスです。人気のね、ボカロ曲聴いてこんな風に思ったことある人いるんじゃないでしょうか。あんまり上手くないのになんで人気なんだろう。自分の方が上手いのに。 そんな風に思ってしまった人はかなり危ないです。だってね、それはね、時代とシンクロするセンスがね、なくて、売れている曲の良いところを理解できてないっていうことですからね。20曲作って、そのうち2曲が100万再生を超えた人は、もうね、すでにファンがついています。そのファンを大事にして、継続的にね、新曲を作り続ければ、YouTube と音楽配信だけで、月のバイト代程度は稼げます。 あとはね、しっかり制作を続けつつ、音楽制作会社にデモを送ったりしつつ、機会を伺っていれば、アニソンとか VTuber の楽曲制作などがね、いずれ来る可能性が高いです。そして、20曲作ったけど、10万再生いかなかった人。さて、えー、ここでですね、一旦プロになるのを見直した方がいいと私は言いましたが、別にね、音楽をやめろとは言ってないんですよ。 プロになれないなら音楽やめますかここからが一番重要な話です。声優や俳優は今でもね、東京に出て人生かけないとまず勝負にすら出られません。だけどね、作曲家は地元にいながらにして仕事をしながら勝負をかけることができます。だから、 上京して25までにプロデビューできなかったら諦めて田舎に帰るみたいなことをね、する必要はないんです。気をつけるべきは残業の少ないホワイトな仕事を見つけること。そして自由な時間を作曲に使うんです。私の言ったね、2年で20曲作り切った後、曲を作り続けることができるならまだ可能性はあります。これが 今の時代のプロになる確率を上げる方法です。しかしね、25までにプロにならなければ諦めるみたいなね、区切りがないっていうのは、それはそれでしんどいです。人間ね、一番辛いのは期待を裏切られることですね。自分がプロになれると期待し続けて、なんか20年とかね、経つと、さすがにね、人間壊れます。だから、20曲作って、 10万再生いかなかった人は一旦プロになるのを見直した方が良いっていうのはもう自分の精神のためですね。だから一旦こう見直して、えー、別の音楽の関係の仕事を探してみるとかまた音楽は趣味にしてしまうとかね。音楽が好きであればそのまま作り続けると思いますし続けていれば少ないなりにもファンもいると思います。私はね プロになれなくても自分の音楽を作り続けてね、その自分の音楽を好きでいてくれるファンへ届けるっていうことはね、すごい素晴らしいことだと思います。それはね、家業とは言わないけど、立派な作曲家、音楽家ですよ。でね、それをね、10年とかね、20年続けてるとですね、ひょんなことからね、商業の依頼が来たりするんですよ。友人にね、 ポリゴンプロンプトっていうね、あの、30年ぐらいね、一貫してミニマルテクノをね、作り続けてるやつがいるんですけど、彼はね、プロじゃないけど、たまにね、商業ゲームのリミックスの依頼受けてたりするんですよ。長年ね、こだわりを持って制作を続けていることが信頼になってるから、そういう依頼が来るんですよ。私はね、こういうアーティストがかっこいいと思う。これがね、音楽家ですよ。 冒頭のコメントでカビゴンさんが作曲家の仕事は一部の選ばれた人以外はなりわいに生きていくのは難しい時代になるのではと書いておりましたがおそらく作曲家という仕事がこの世に誕生して今日までですね作曲家の仕事はずっと一部の選ばれた人間がやる仕事ですと言いますのもね 専業の作曲家としてそれだけで生活できている人はね、おそらく日本には1000人いません。えー、ちなみに、看護師は114万人、高校教師が25万人、消防士は16万人います。もう一個負けで言うと、今年の東大の入学者数は3126人です。 毎年プロのアーティストとしてデビューする人は年間300組ぐらいって言われています。で、えー、作曲家の年間デビュー数はね、その数よりも全然少ないでしょこれで作曲家が狭き門というのはご理解いただけたんじゃないかなと思います。だから作曲家になりたいっていうのは一部の選ばれた人間になる必要があるんですよ。そしてその選ばれた人間ですら 一生続けられるっていうわけじゃなくて、おそらく一生続けられる人って10%いないんじゃないかなと思います。それでもね、あの、私はプロへの作曲家への挑戦っていうのはね、とても良いことだと思います。作曲家に限らず、これからの時代は一生一つの場所で続けられる仕事なんてほとんどないんですよ。だったら、好きなことをやった方がいいんじゃないですかね。少なくともね、2年間で、 20曲作りきった人は間違いなく能力が高いです。その能力は自分の身を助けてくれることになります。ぜひね、挑戦してください。ご意見、ご感想、ご質問などありましたら、ぜひコメントくださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次回。